神戸の皆さん、そして神戸が気になる皆さん、078ニュース脇浜のり子です。今回は前回に引き続きマリンピア神戸にオープンした小さな水族館について迫っていきます。それでは078ニューススタートです。前回に引き続きまして、今回もマリンピア神戸魚の学校校長の大鹿達也さんにご出演いただいております。よろしくお願いいたします。もうパワー全開ですよね。そうですね、もうね、トークが本当に面白いでしょ。双葉ちゃんどう？すごい面白くてもずっと笑ってます、ね、大鹿さんも前から当然大鹿さんのことは存じ上げておりますし、どういう印象を。いや、もう酒が強そうですよね。止まらなさそうな感じがしますよね。なるほど、そうです弱くないですね。弱くないですね、はい、ということで、ね、マリンピア神戸の魚の学校にオープンしましたこの小さな水族館なんですけれども、日本一の入館料無料の水族館を目指してるんだというお話でしたよね。そうですね、まあそうですね途中でね、あんまりこれ言うたら途中でさ、さすがに限界言うてお金もないですよ、これ言えなくなるからさ。ああそうか、あまり言うとね、あまり表に出さんと心の中で思っとくかなと思っとったら。いやでもそれはね、ちゃんともうオープンに言えばいいと思いますよ。無料で始めたけど、もうこれを継続するためにはやっぱり無料じゃ無理やから、今回からなんぼちょうだいっていうのを言ってね。いやそうだね、いいと思います。潔いよね、はい。でもまあ行けるところまでね、ちょっと行ってもらおうと思ってね。だからもうなんとか無料で入ってきてるから、金かわいそうやから落としてあげなあかんないうシステムをね、ナチュラルに伝える施設を作ってきた。なるほど、そういう構想ですね。そういうことだから。なるほど。前回展示してる魚については、まあ、イワシの話が出てましたけど、なんか他にどんなお魚がいるんですか？ね、まあまあ近隣なんでイワシ。逆に近隣の魚で思い浮かべるやつちょっと言ってください。おるって言ってきますから、タイ、おる、いるんですね。タイ、タイいるんですか？いや、いるでしょ、タイ、タコね、おる、イカいない。イカはいない。エビ、エビはまあ遠回しにおるね。遠回し、ガシラ、ガシラ。ガシラおる、ガシラおる。スズキ。おるおる、おる。で、これね、脇山さんは年の子で出てきたけど、はい、これなんですよね。神戸の海言うてもね、やっぱり大学生の子に聞いて今よかったのは、やっぱり近隣の海って言っても、やっぱり神戸ってね、やっぱり海は風景のイメージなんですよね。だからその僕らはその海の中に入っていく人たちね、だから潜っとるとか損ちゃうよ海の中のことをやる人たちなんで、やっぱりここなんですよね、うちがやらなあかんのは神戸の海でどういうのがあって、どういう生物がいて、どういうものを近隣の魚が取れて食べてるいうのを伝えていかないといけない施設なんだなっていう。そうでしょ、季節して今課題がくっきりと、ね、浮かび上がりましたね。今ザクッとしょでしょ、イカ、エビ、タコを言うて、まあ、とりあえず多分回転寿司が頭出そうになっちゃうかなと思うんですけど、まあ、まあそう、もちろんいるんよ、そんなもいるんよ。知識が回転寿司ベースですね。そうですね。だから脇山さんはちょっとこうやって出してくれる方の寿司屋のイメージやから鈴木とか食べるからだけでね。いや、私はダイバーですから一応ね。あ、そうよね、はい、スキューブダイバーなので、ね、はい、魚のことちょっとだけは知ってますが、はい、まあ、そんなね、小さな水族館なんですけれども、なんかまあ今のところこう小さなお子さんがいっぱい来て、はい、どんな感じで楽しんではりますか？そうはね、やっぱり一応予定通りというか、もう見てキャッキャキャッキャ言ってるよね。何にキャッキャ言ってる？いや、もう多分魚でしょ。うん、どうなんかな、ひょっとしたらさ、水族館をやってるとね、やっぱり水族館に行こういうお客さんじゃないですか。前の水族館も僕もそうですけど、水族館に、水族館しかないとこですから、水族館に行こう言って水族館に来てくれるけど、で今のお客さんは、多分普段水族館興味ない人もようさんいてはんねん。あ、まあ、アウトレットのね、マリン、はい、マリンピアに買い物来ましたよ言うて、あ、ねえ、隣にね、隣の水族館あるやんけ、みたいな話になって、入ったろか、言うて入って、多分普段水族館行かない人たちが来てくれてるから、
ひょっとしたら水族館が好きじゃない人たちも来てんねんけど、子供は初めて水族館来ましたよ、キャッキャッかなんて思ってんねんけどね。確かに、なんかその生きてる魚をまあ水槽の中とはいえ見る、最近金魚飼ってる人も少なくなったじゃないですか。金魚さんそうね、いや昔はね結構近所の人たち金魚飼ってたんですよ。あれ何の目的で飼ってたんだろうね。いやなんかうちもちっちゃい頃飼ってた気がするけど、金魚金魚アメリカザリガニ金魚メダカみたいな感じだと思うねあれ。そうあれ何のためことだよね。いやなんででしょうね。確かにあれ子供がおってもらんでもみんなの家ありましたよね、金魚。あの玄関入ったら玄関開けて、あの何この靴箱の上、下駄箱の上に金魚がいる。俺全然ほんまね、みんな世話しと感じもなくただただ頑張って生きとみたいなね金魚がよだっただった、まあ、うちの近所もよくありましたけど。ありましたよね。だ最近やっぱりどうタバちゃんの周り金魚飼ってる人とか。金魚飼ってる人は聞かないけど、私は昔飼ってました。ああそう昔母がねなぜか買ってきて、うん、あの金魚もそうなんですけど、うん、なんか売ってるじゃないですかペットショップとかに、うん、あのおしゃれな魚。えどんなおしゃれな、なんかネオンテトラとかそうなの。ああじゃないんですけど、ひらひらがついてベラみたいな名前、ベタ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 、ね、ベタっていう魚がいるんですけど、すっごい母がその魚好きで買ってきて、うん、なんかよく飼ってはいたんですけど、じゃあなかなか魚に親しんでる。の流れやったらやっぱ飼ってないからやっぱりそうでしょっていう話だったんですけど。めちゃめちゃ詳しかった。飼ってるんですよね。実は飼ってたりする。ただ僕らが知ってるよりもおしゃれになってますよね。そう、あそうね、かっこいい魚。まずはみんなはね、僕らの時代の時はまあ脇田さんも入ってくるんだけど、入ってきます。誰もお金出して飼わないのよね。そこで拾ってきたやつをなんか勝手に凍ってる。確かに、うん、もしくはあのお祭りのね、あの夜店で金魚すくいしたのをまあまあ買って、そのイメージは強いですね。強いでしょ。うん、あそうやね、うん、もうなんかもういろんなあったね。ありました。うなぎ釣りまでやったもんね。おたまじゃくしもありました。おたまじゃくしも。でも飼えるまでなるまでね育てるとか。これ何が面白いんですか、飼えるは。あのね、おたまじゃくしはカエルにしかならないですよ。これはね、違うのよ。おたまじゃくしがだんだん足がね、出てきて、はい、面白いですよね、尻尾がこう。僕ね、唯一嫌いな生物、カエルなんです。あらカエルが超苦手で。本当、うん、あらら、学芸員。多分ね、子供の頃にね、うん、記憶飛んでるんですけど、なんか飼っててね、飼ってたんですよ、カエル実は、うん、でね、なんか記憶が飛んでめっちゃ嫌いになってるんで、うん、多分ものすごいなんかあったんやと思う、カエルに対してそれ追求するのやめとこう、まあ、そういうね、まあ、昔話もありますが、まあ、最近の子供たちはだからそういう生きてる魚をこうなんかね見ることがもしかしたら少なくなってるかもしれない。まあね、やっぱり体験が少なくなってるんでしょうね、うんうん、僕らも何もやることなかったから、うん、もう網持って救いに行くしかなかったんですよね、うんただ今いろんな多様なところがあって、うん、やっぱりそういったところが自分で体験するんじゃなくてこう用意されて見て、見せてくれるところが水族館だというところもあるのかもしれないですよね、うんうんでもそういう意味ではすごく貴重な場所だなというふうに思います。そうですね、うん、まあ楽しいでしょう、やっぱり水族館って聞いて、いや水族館やっぱり涼しげな、ね、感じがして、ねはい、楽しいですが、なんと大鹿さんにはもっとその先の壮大なこの計画が、未来図があるということですよね。ああ、はい、魚の学校ね、うん、今後どんな形にしていこうと、まあ、水族館作ってお客さん来てもらえると思っててね、うん、これからでその後で、まあ、当然無料でやるわけにずっといかないんで、うんまあ、なんかお金儲けもしないといけないのは事実なんですけど、うんまあ、そんな話は後からついてくると考えるようにしてて、うん、やっぱりねどうだろう、水族館の後を使命としたらね、うん、やっぱり魚を見るだけじゃなくて、やっぱ日本人ってこんなに魚食べるじゃないですか、うんうん、ただそんだけ食べてきても今ちょっと魚離れってちょっと言われてたりするんですよね、あの魚のやっぱり消費っていうのは、うん、なかなかグーッと上がっていくもんじゃなくて、うん、やっぱり子供も少なくなってきたんでね、やっぱり魚を食べる機会っていうのがやっぱりちょっと減ってるらしいんですよ。だからやっぱり日本人はね、これから何をに対してやっていかないといけないのはやっぱり魚を食べてもらうことじゃないかなと思ってね、なるほど、その施設にしたいなと思っててね、まあ、やっぱり水族館、大きな水族館ではやりにくかったんですけど、ちっちゃい水族館でちょっとそんなことやってみようかなって思ってて、
なんどんな感じなのかな、よくあのほらなんだろう、こうマグロ解体ショーみたいなのはあるじゃないですか。そうじゃないでしょ。違うよそれは。違うでしょ、どういうそのまあついなんていうの、魚とかも展示しつつ、ね、でもこれ食としてのその魚食っていうものもどうやっていったらいいんですか。まあ、まず自分の食べてる魚はどんなんなんだっていうのを見てもらわなあかんから、そこはやっぱり水族館的要素なんですよ、うん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 、例えばアジにしましょう、うん、マアジっていう魚が、まあ、瀬戸内海この神戸の海でもよたくさん取れるんですけど、マアジを例えば釣りましょうよまず、うん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 、で釣る時も普通の釣りやったらもう何も見えなくて、当たりがあったいて巻いてやるじゃないですか、うん、で多分釣ってる例えばお父ちゃんでも子供でもどっちでもいいんですけど、釣っててその水の中がアジがどう釣れていくか、で餌をどう取るかどう行動するかっていうのをまず見てもらいましょう。で釣り上げますよね、うん、で釣ったらやっぱり逃がしたりとか持って帰ったりするんですけれども、まあ、その釣った先っていうのは子供は多分お父ちゃんお母ちゃんが調理してくれるんでしょう、うん、違うんですよ、最後のとどめは子供にしてもらいましょう。へ、あちょっと食育の要素がありますね。うん、で、サンマにおろすのも子供にやってもらいましょう。で僕らが言えばおろすんじゃなくて解剖になりますからね。解剖学も教えれるというね。でこの苦いとこ苦いとこ言ってやっとんは、うん、ちゃんと心臓があって、ね、腸があって、うんうんうん、胃袋があってっていうのも教えれるじゃないですか。うんうん、命を自分で摂取した上で解剖を教えてその後食べましょうよっていうことまでやりたいですよね。本当、うん、まさに食育ね、うんうん、どうですか大橋さん、このアイディアは。いやそうですね、いいと思います。最近で言うと魚、ね、食べる人減ってるっていうのと同時に、うん、その働く人もね少し高齢化しているっていうのもありますし、漁業にねたくさんある人、はい、で、あと一つポイントなのがマリンピア神戸っていうのは、まあ、商業施設の中にあるっていうところで、うん、まあ、滞留時間がこう長くなるっていうことは、まあ、商業施設にとってもすごくメリットが大きいところかと思いますので、うん、まあ、お買い物に来た人がフラッと寄る、うん、また小さな水族館にめがけて来た人が少しこう買い物に行ったりとか、うん、しながらうまくこうコラボレーションしていけばいいなと思いますね、うん、で加えて今の、ね、構想でその食育としてのこう魚を砂漠を下ろすんじゃなくて解剖するというね、うん、なあそうだなと今思いましたが、双葉さんはどうですか。そうですね、うん、なんかやっぱ私たち小学校とか中学生の時に食育っていうのは習うんですけど、うん、実際に自分で下ろして食べたりはしないわけじゃないですか、やっぱ釣ったりとかして、うん、って思ったらもう本当にそういう見て自分で釣っておろして食べるっていうのも一連の流れができてるじゃないですか、うん、っていう施設ってすっごい貴重だなって思って、うん、なんか新しいしすごい興味深いなって思います。今すごい行ってみたいと思う。行ってみたいです。すごい行ってみたい。行きたい。行ってみたい。そうですよ。ほら行きましたよ。ちょっとでデートで行く、どう。行きます、ぜひぜひ。行かないっす。デートで誰が魚解剖するの。知らん。どうやろう。新しくないですか。新しくて面白い。でもね、確かに実は水族館でね、うん、やってたら高校生、大学生が極端に来なくなるんですよ。そうなの。そうなんですよ。びっくりするでしょ。なんでやろう。実はね、水族館って子供の時は連れてこない。親に連れてこられて、うんうん、でそれが好きになって子供だけで来るんですよ、うん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 、で中学ぐらいまで来んねん、うん、で高校大学でピーター来んようなね、よっぽど好きな子でないと来んねん。でも言われたらそうかな。いや、まあ、昔はね行くとこなかったから、うん、それね言うてんのはね、多分僕らの世代で行くとこなかってちょっとデートに行くかっていうのね。ちょっとデートはもう高校とか大学で言うたら、うん、今は多様であるんでね、うんうんうん、選べるね。だから、うん、でまた子供ができたら行くんですよ、うん、ああ、はいはいはい、行くらすようになるんで、その間のコーラがね、もし来れるんであれば、うん、例えば大学生の頃はそれやってもいいじゃないですか、うん、おしゃれにちょっと口刺しさせた魚を食べてね、そうそう、うんまあ、あなたたち来てくれるんやったらちょっとおしゃれなカクテルも覚えますよ。もうビールだけ出しとったらええやろ思ったけど。でもそれあるじゃないですか、前回フィッシャーマンズワーフのようなイメージも持ってるっておっしゃってたでしょ、うんうん、なんかすごく美味しい、まあ、タコの
アリオオリオなんとかとかなんか、ま、なんかそういうのがなんか自分で作って食べられるで、はい、白ワインとかと一緒にっていうようないい、ね、うん、シチュエーションめちゃめちゃええね、まあ、そうですよね。大橋バーン明石海峡大橋とって見えてますよね。明石海峡ビャーン見えねん、うん、だからあっこにいいんでね。確かにね、うん、ちょっとおしゃれ路線もね、うんうん、デートスポットになりそうやし、うん、多分、うん、やはり高校生大学生が行かない理由って多分入場料とかなのかなって。無料でございます、ね、はい、無料です絶賛無料なんでね今、はい、体験とかには、ええ、あのお金はやっぱおろすし、やっぱ飲み物とかにもお金を払うとは思うんですけど、うん、やっぱ入場料無料っていうのがすっごい大きいかなって思います、うん、そうですよね、うん、いいですね、いいですよね。ちょっとこうシャレレ当たってるな方向性。あ、そうですね、いや当たってますね。僕もそう思ってね、この前初めてアヒージョいうのを食べたんです。アヒージョ、そうそう、そういうの、そういうの、そう、アヒージョ、タコのアヒージョいうの、それそれ、初めて食べたんですか。初めて食べたの。なんか分からない、アヒージョってなんか分からんかってね先々週ぐらいですよこれ初めて食べた。本当です、めちゃくちゃ美味しいね。美味しいですよ。タコのアヒージョなんかいくらでもできるじゃないですか。そこやったら塩焼きしか食べたことないからいや、あれああいうの出したらいいんですよね。いや、そうです、任せてください。あ、もう絶対そうです、ね、あのね、パスタとかアヒージョとか本当に今取れたてのこの神戸の海で取れるもの、 それを見て ね、自分でなんかこうさばいたり、あれまあ人にさばいてもらってもいいじゃないですかね。で、その美味しいお料理が出来上がるという、まあ、ちょっと地元のやっぱ魚食べてほしいですよね。地元の魚売ってるんですよ、うん、ただほんまに地元の魚かどうかわからないし、地元の魚って買いとやつを狙ってなかなか買わないんでね、うん、やっぱり神戸ってやっぱりまあ海がね、うん、こんだけあるんで、やっぱりまあ魚食うて魚介類食うてもうてね、やっぱりなんぼ言っちゃいますん、いいですねと思って、あ、当たってるな、いいな、うん、いいですね。やっぱり大学生の子のたまには喋らなあかんねそうですよ、もうはもう大鹿さんなんかもう魚とばっかり喋ったらダメです。いやもう、はい、もうみんなあれでしょう、もう周りでも塩焼きの話ともうビールだけ出しとったらええやろドバーンとでっかいのそこがあかんね、あかんのです、あかん、ほんまちゃんとしょ、そういうことじゃない、まあね、でなんかあれですよ、あの上りとか立てたらダメですよ。え、そういやもう思わへん、双葉ちゃんね、ダメ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 、なんか登りってあかんの、登りとか万国旗とかダメですよまずはまあ明日万国旗ちょっと外しますけど、万国旗もうさ、ちっちゃい万国旗あるけど万国旗とかダメです。え、そこにだってデート行かないもんね。そうで、ちょっと雰囲気が違うかなと思いますよねあの海の家は海の家の良さもありますけど、ちょっとまた違うね、う上りがあかんのはちょっと戦いたいな、はい、上りいいじゃないですか、もうあの上りでも来るならテンション上がりますよ。上り大量とか書いてるの、あ、めっちゃいいえ、あかんの、え、いや、聞いて、二葉ちゃんに聞いた、いつから、いつからいや違う、上り、どうやって宣伝するの上り以外のもので、上り以外電光掲示板、ああデジタルサイネージとか金かかるなぁ、もういろいろ、え、のぼり以外にどうやって、この店ってどうやって見てんの、はい、ここに何、うん、情報どうやって得てんの、まあ、インスタグラムとか、そういうことよね、インスタグラム、うん、あ、店の中とか、あの、まあ、のぼりってのおしゃれなね、フラッグみたいな、ほら、うん、言い方の問題ですよ、うん、こう、のぼりでひらひらとかじゃなく、こう、フラッグとかあるんですよ、形の問題やし、そうそうそう、だからそう、ちょっとだから、うん、そっちに、若い人によろ、もうちょっと、うんうん、これだから食べログに登録したらいいんですか、うん、あ、確かに確かに食べログに飯やろ名前変えながら魚の学校大丈夫かな、魚の学校の中のねだんだんいろんなアイデアも出てきましたけれども、まあでもね、あのまた新スポットにこれからどんどんなっていくんじゃないかなというふうに思いますので、もうこの078ニュースでももうどんどんその進化していく様子をですね、大鹿校長とともに追っていきたいと思っておりますので、2回にわたってありがとうございました。はい、今回はですね、マリンピア神戸にオープンした小さな水族館について、マリンピア神戸魚の学校校長大鹿達也さんにいろいろとお話を伺いました、はい、楽しかったです、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、はい、今度はビシッと決めてきてください、はい、そうね、はい、今日ちょっとね、いろいろ手違いございます、ね、そうそうですね、はい、ということで078です、ここまでです。